はい、おはようございます。ラスカラでございます。本日はですね、埼玉ではもう有名だし超人気店でございます、ラーメンショップ金田亭さんにお邪魔しております。こちらのお店さんですね、もうね常にもう満席というか、本日もですね、15時頃の来店なんですけれども、カウンター席店内の方はね満席ということで、本日の撮影はこの座敷をお借りしております。で、今日食べていきますのが通常の全部のせラーメンのそちらの醤油とライスで、プラスですね、トントロラーメンというものが、ございまして、そちらも大盛りとご飯物ラーメンセットをね2巡ほどいただいていこうと思います。で、ちなみにね、こちらの金田亭さんはチャレンジメニュー等もございまして、大盛りのラーメン2杯制限時間内に食べると無料ということで、結果的にはチャレンジメニューよりも食べるんですけれども、今回はですね普通に美味しく一杯ずつねラーメンを作っていただいて、この金田亭さんのラーメンを楽しんでいこうと思います。ということでですね、ただいま一杯目注文したラーメンが到着しました。本日いただきますのがこちらですね、具材全部乗せの大盛りラーメンでございます。で、こちらのね金田亭さんは麺の硬さで油の多さを選べるんですけれども、今回は麺普通で油はですね多めで注文させていただいております。そしたら早速ね出来たていただきます。正直ね、僕も実家に住んでた頃からね知ってまして、なかなかね行きたいなと思ったけど行けなかったラーメン屋さんなので、ちょっとね楽しみなんだけど、早速ねスープいただきます。うわ、うまっ、うまっ、なんかこの油多めの油感マジうまいわ。うまっ、ダメ、もう麺いっちゃう、麺に行く。見てこの麺うまそう。うんうめえ。またね、このラーショさん独特のこのネギで、そこと麺合わせると最高にうまいわ。うん、ちょっと海苔いっちゃおう。これはだってうまいでしょ。めっちゃ好き。おいしい。で、こちらのね金田亭さんのラーメンやばい、うまい。確かにちょっとこれ一回食うと並んででも食べたい気持ちがわかる。見るからにトロトロのチャーシューいっちゃいましょうか。やばくない？脂身の部分とかもう箸で持っただけで切れそうよ。これマジで大げさじゃなくてうんま。今日来てよかった。もうずっと行きたいと思っててよかった、最高。
ライスも注文してますんで、この麺と具材とよ、うまっ米、これはね幸せ。スープ自体もね結構濃厚ですし、油もね多めに注文してあるから、もちろん油も多いんですよ。でもね、なんかこの重たい感じというか後に残るような感じがなくてね、スープ飲んでもスッと落ちていく感じ、マジうまい。大盛りだけどさ、カメラ回してまだ10分経ってないのよ。あのちょっと尺が心配ないぐらいがっついてますね。でもこちらの金田亭さんのラーメン見てもらうと分かる通りね、大盛りにすると一般の方からしたら十分超デカ盛りの量なんですよ。下手したら普通の方だったらね、結構自信ある方でも食い切れない可能性のあるレベルですね。大きい具材はこの味玉で最後。ごちそうさまでした。で、続いてですね、2杯目に注文したのが、トントロチャーシュー麺というメニューなんですけど、こちらのね、金田亭さんは、味がね、醤油、味噌、塩から選べるんだよ。だからね、2杯目だし、醤油以外の味頼もうと思ったんだけど、この醤油のラーメンが今、うますぎて、思わず、二杯目も醤油で注文してしまいました。ちょっとね、YouTuber としてはどうなのかって選択だと思うんだけど、二杯目もですね、好きなものを楽しませていただきたいと思います。ということで、本日ですね、二杯目にいただくラーメンが到着いたしました。見て、このトントロよ。たまんないでしょ。うまそうでしょ。ネギのね、トントロ丼もいただいておりますので、こちら早速、いただきます。絶対に美味しいトントロから食べていいですか。炙りの入ったトントロ絶対美味しいじゃないですか。あのね、控えめに言ってめちゃくちゃうまい。もう2杯目なんでね、早速麺いっちゃいたいと思います。すごくうまいし、同じ醤油で同じ油多めなんだけど、やっぱ感じる味が違うかもしれない。さっきはあんまり感じなかったね、生姜感っていうのかな、その香りがこっちの方がなんか強く感じる気がする。うんうん、やっぱいるよ、うまっうまっ。ちょっとね、ぜひ金田亭さんに来たことあるよっていうお客様、普通のデフォルトの一杯しか食べないっていう方もいれば、全部のせしか食べないって方もいらっしゃると思うんだけれども、普段食べない逆のねラーメン食べてみてください。同じスープでもちょっとね感じ方が違う。で、このトントロあえたご飯でしょ、こんなのはさ絶対にうまいじゃないですか。うわ、このネギとトントロでしょ、うまい、うまいよ。麺ご飯麺の手が止まんないのよ、ずっとループしてる。
またこのメンマよ、ちょっとこんな感じでですね、穂先メンマなんですよ。これがね、口に入れた瞬間溶けるの。うまい。ありがたいことにね、店員さんから黒ウーロン茶もね、いただきましたんで、ちょっとこちらで。ああ、うまい。この油が流れてる感じがうまい。せっかくなんでね、この辺りで卓上もございますんで、まずはね、こちら卓上に豆板醤だと思うんですけど、これをね、よっ。このラーメンにはね、ブラックペッパーを。ああ。もうこのスープ、絶対うまいもんね。あー、うまい。合う。なんか無性にさ、ラーメンショップ系列さんのこの動画とか見るとすげえ食いたくなるよね。本当に今日の撮影決まってからね、いろんな方の、まあ、他の店舗だったりもするんだけれども、動画とか見てね、このラーメンを食べたいっていう欲望を高めてきたんで、今ねものすごく幸せな気分。ただちょっとね、高めすぎて、もうちょっと食べたかった。ああ、分かった。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、こちら、金田亭さんで美味しいラーメン、まあ、大盛りなんでね、もう1杯でも十分デカ盛りなんですけれども、そちらを2杯いただきました。本来はですね、メニュー紹介というか、お店紹介なので、別の味付けの方を食べた方が良かったと思うんですけれども、あまりにもこの醤油が僕の好みすぎてですね、2杯ともに醤油系を選んでしまいました。ではちょっとね、改めて、まあもしね、可能であれば、お味噌や塩なんかもね、ご紹介するような動画も撮りたいですし、それ以外にもですね、辛いラーメンだったりとか、いろいろなですね、今日食べてないメニューなんかもございますので、気になる方はですね、ぜひネットの方でも確認してもらって、こちらのですね、金田亭さんで美味しいラーメン食べてみてください。あ、なんかすごく穏やかな気分。一番今食べたかったものをドスッと、しかもこう苦しくなくちょうどいいぐらいでね、食べれまして、なんか本当に今、心地いい気分でございます。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりまして、そちらはですね、概要欄の方からチェックしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。最高。はい。ということで、鼻だけが本調子に戻らないラスカルがですね、本日もエンディングをお届けしたいと思います。本日ですね、公開させていただきました、こちら、金田亭さんのラーメン、最高に美味しかったです。やっぱりね、ラーメンショップさんとは言っても、店舗によってね、もう本当に全店、スープの味が全然違いますので、こちらのね、金田亭さんはもう日々、お客様がこう、並ばれるような、本当人気店、まあ、そのね、理由がわかるような美味しいラーメンでございました。で、本日もですね、まあ、今日、雑談コーナーかな。というか、米編コーナーでもあるんだけど、まあね、こうありがたいことに、まあ、こうお気遣いでですよ。お気遣いでなんですけれども、コメントの方で、こうね、最後の方を見てる方、少ないですよ、みたいなことね、言っていただける方もいらっしゃって、まあちょっとね、そのコメントをここに出すと、さすがに角が立つので出しませんけれども、なんていうのかな、このコーナーっていうのは、僕ら普段、こう、YouTuber、特にね、大食いの方なんていうのは、皆様とね、こう、お話をしたりとか、そういう場面がすごくね、少なくて、嫌だなって思った部分もあったので、まあそういった部分でですね、僕自身も皆様のコメントを読ませていただいて、
で、しかも、まあ、僕もね、そんないいねを全部つけるとかっていうわけではないので、こう、皆様にもしっかりとコメント読んでますよっていう意味もね、含めて、このコーナーをやっております。なので、本当にこう、好きな人かというか、ここ聞きたい人だけ、まあ、ラジオ的な感じでね、ながら聞きしていただければいいかなと思うような、そんなコーナーですので、今後もですね、ゆっくりと続けていこうかなと思います。まあ前回みたいにこの冷や汁チャレンジとかね、ノーカットの動画を公開した時にこういうところがあった方がね、こう結果というか予測しにくかったりもするので、まあそういった部分も含めてこのコーナーは続けていきたいと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。